ソラフェニブは人がん、人眼、肝細胞眼に対して用いられる分子、標的治療薬の一つ。バイエル薬品とオニキスファーマシューティカルが開発し、ソラフェニブのトシルサンジオが製剤化されている。2009年9月現在、人細胞眼に対して80カ国以上、肝細胞眼に対して70カ国以上で、承認されている。商品名は、ネクサバール。 ソラフェニブには大きく言って2つの作用点がある。B ラフのキナーゼ活性や C キット受容体のチロシンキナーゼ活性などを阻害することで主要進行を阻止する一方で、血管内皮増殖因子受容体や血小板、由来成長因子受容体のチロシンキナーゼ活性を阻害し、主要血管形成に対抗する。総効率は4%程度だが、 タイプラセボで無造悪生存率を4倍に延長させたとされ、人細胞癌などに有効である。重大な副作用は、手足症候群、白脱性皮膚炎がほとんど。ただし、中毒性表皮へ死有解症や皮膚粘膜癌、症候群や多形後半が稀にある。出血はごく軽いものも合わせて、全体の10%程度の人にあり、重篤な場合は、使用を中止する。 肝機能障害や、それに伴う、肝性脳症が現れることがあり、異常が認められた場合には本剤を減量休止する。その他の副作用は、リッパーゼ上昇、手足症候群、アミラーゼ上昇、発疹、脱毛、下痢、高血圧、疲労、食欲不振、ゴッド上昇など。ありがとうございます。